日本東京都荒川区西尾区西尾区は東京都荒川区の町名。現行行政地名は西尾区一丁目から西尾区八丁目。住居表示実施済み区域である。郵便番号は116-0011 11。荒川区西部に位置する。岸形をした荒川区の町角にあたる最西端隅田川の南岸に位置する。 東に隣接する東ヨグと合わせて、オグと総称される。地区の北を隅田川を挟んで、足立区と東を東ヨグと、南及び西を北区と接する。商工場、商店街、住宅が混在する密集地域であり、下町の雰囲気が色濃く残っている。東京都内では、唯一残された都電の荒川線が走っており、 東京都交通局荒川電車営業所がある。また、隅田川に面して、荒川区が運営しているアミューズメント施設荒川、遊園がある。住宅地の地価は、2017年1月1日の工事地価によれば、西小区7の38の5の地点で40万8000円、平方メートルとなっている。現在の西小区2丁目付近に、 小ぐさ業地が置かれており、昭和50年代半ばから60年くらいまでは、芸者の置き屋や町合も営業していた。昭和11年、この地の町合を舞台として、安倍貞事件が発生し、世間の注目を浴びた。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。この他に、 西小渕地区内の所在ではないが、東日本旅客鉄道東北本線小渕駅が近隣にある、荒川遊園の観覧車。ありがとうございます。